第三月曜日は賢い消費者になりましょうと題して伸びゆくサンダー15日号掲載の話題を消費生活センターの相談員さんにわかりやすく解説していただきますまたまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からタイムリーな情報も伺っていきますではまず前半ですね消費生活相談センター相談員の大塚さんに伺っていきましょうよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回伸びゆくサンダ出ていますのは S.F. 商法に気をつけてとありました。まずこの S.F. 商法というのは何でしょうか。ご紹介ください。はい、S.F. S.F. 商法は催眠商法とも呼ばれているものなんですけれども、催眠商法はい、はい、えっと新商新商品を紹介するとか、えー、無料の講座を開きますよと言って会場に人を集めて無料や格安で日用品などを配ってあ、はいはい、その後は 販売員が巧みな話術でその場を盛り上げた後、えーえー、本来の目的である高額な商品を販売する商法です。はい、時々こうなんか狭いお部屋にいっぱい集めて、はい、こう元気よく誰が一番に声を上げるかな。な、ね、とか会のお腹見たことありますね。はい。まあ街角で声をかける場合もあれば、はいえー、今回事例のように家庭を訪問して、そして<ー>えと新商品をは。 はい、紹介するから近所までついてきてください」っていうふうにして声をかける場合もあります、ええ、そうですかじゃあちょっと今回出ています事例2つまず1つ目ですね、えー、昨日自宅で留守番をしていた80歳の母が新商品を紹介すると訪問してきた男性に近所の家へ連れて行かれました数人が集まり無料で日用品が配られたあと25万円の健康器具が勧められ購入しました 25万円の健康器具を勧められ購入しました現金払いするよう言われたんですが所持金がなかったため母は業者の車で金融機関へ連れて行かれ預金を引き出しその場で代金を手渡しました母は解約を希望しているというその時はこう結局のりといいますかそうす、ね、雰囲気なんでしょうかね。 いろんな商品を紹介するわけなんですけれどもその時にこれを使いたい人いますかとかこれを欲しい人いますかって入って手を挙げてくださいそれまでがそういうリズムで進んでちっちゃな日用品なんですねそうですそれがあのラップであったりザルであったりっていうような本当に日用品数百円とかはい、台所用品のようなものって聞いておりますそしてそれを見ていても最初はそんなの恥ずかしくて手を挙げれないわ と思っていらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、ええ、やはりその辺は皆さんがハイハイって手を挙げて商品をもらっている姿を見ると、いつの間にか催眠状態になってしまう、ええっていうそこが催眠商法ということになるわけですね。はい、で、そういうふうにハイハイって言ってるうちにその高額なのが出てきてもその,のそんノリ取りますか。はい、あのハイハイ って要はもう欲しくなくてもはいはいって手を挙げているわけなんですね <laughs>、えー、早いもの勝ちだみたいな気持ちで挙げているものですから、えー、次にこの商品 例えば羽毛布団25万円とか、はいえー、健康器具25万円とか言われた時も、えー、その時欲しいとか使いたいとか考えずに入って手を挙げてしまうんですよ。手を挙げた途端に、うん、じゃああなた契約書書いてということで業者は、えー、あの近づいてくるわけなんですけれども、えー、その時にふと催眠状態から解けても、えー、もうあなた入って手を挙げたんだから買ってくださいっていうふうに雰囲気的にも断りづらい雰囲気なんでしょうか。はいそしてこと ある時はやはりよくあるパターンで、あのお金がないんですよっていう方にはあるんですね。確かに手持ち金額はないですもんね。はい、なんせ近所にちょっと行ったつもりとか、えー、あのたまたまお買い物の時に道を歩いてて声かけられたっていうパターンですから、高額持ってるっていうことはまずあの考えにくいんです,、ね、いですよね。そうですね,ね。ですからお金今ないんですよっていうことを言うと、はい、まあ今回のようにじゃあ銀行へ連れて行ってあげましょう。 っていうことで、連れて行かれて、えー、そしてその場でも手渡しするように言われるんですね。うん、まあ、普通のお金の渡し方とはちょっと違いますよね。そうですね。やはり、こんだけ業者が急いでるっていうことは、何かあるのかな。っていうふうに、うあの、この。契約者の方は思われて、だんだん不安になっていったということです。そうですね。だから、その連れて行かれるにしても。 乗る前も断りづらいし乗ってしまったら余計になんか相手の車の中ですから行ってしまったら、まあ、ちょっと顔見知りが今回はいた事例1の場合は近所だったのでいいかということで少し油断されているというか、はい、ですからみんなでわいわい言って帰るんだってこの方は思われていたようです。そうなんですね、はい この結論としたらまずはご相談の事例はどのように進んんででいったんですか、はい、この方は、まあ、ご近所でその新商品の紹介のお話を聞けばもう帰れるんだと思っていたのに、はい、だけどその25万円の健康器具を契約することになっちゃったということで、はい、これは不意打ち性っていうものがありますそして、えー、と店舗で売られているように自分で商品を選んだわけではなくて、えーはい、この商品って見せられて契約したということで、はい、これは。 無条件で契約解除できるクーリングオフ制度が使えます。あ,はい、あ、そうなんですね。無条件だ。あの無条件って不意打ち性があるということで。はい、はい。予定外ということですもんね。そうでん。えー、そして、まあ、クーリングオフっていうことになりますと。えー、はがきでクーリングオフするという意思表示をしていただいて。えー、そして、業者に送っていただく。それによって、えっ、ー、と、商品を。本来でしたら、返、えー、返品して、はい、そして、お金。 返してもらうっていう流れになるんですけれども、えー、はい、はい、今回はそれでうまく返金までは,、はい、今回はれで返金されました。はい。 ただ気をつけなきゃいけないことがあるようでり、ね。似たような相談を受けた時なんですけど、ええ、に、あった話なんですけれども。ええ、クーリングオフの通知を出したけれども、宛先不明で帰ってきたっていうケースがありました。はい、はい。クーリングオフの通知が届かない、業者と連絡取れないっていう状態では、もう返金を交渉することはとても難しいです。うん、そうですね。はい、で、それは、例えば、その、いろんな会場を移すっていうことで、はい、相手の業者が。 きちんとしたこう会社を持ってないということですか。ですね。会社にの住所は書いてあっても実はもうそれはあの使われていないような住所だったっていうようなケースもありますし、やはり短期間で。 あの商品を販売している業者っていうのは次連絡が取れなくなるケースがあるっていうので注意していただきたいと思います。えーうん、はい。じゃあこの事例の1の場合でしたらばまずどこでどのようなブレーキがかけられたでしょうね。難しいんですけどね。ねはい。まずやはりいろんなところありますよね。まず情報としてはこういう商法があのちょっと動き出しましたよっていうのを知ることも一つですね。そうですね。それとやっぱり新商品を紹介する ええって言って連れて行かれるっていうのも変な話なんですよねそうですね確かにね、はい、あの新商品の紹介をするならもっと効率的な紹介の仕方があると思うんですよ、ねはい、本来ならそうですね,ねもうその場に持ってて、ねはい、見せて説明でもいいわけですからね、はい、それを書く過程を回ってすごいあの人件費かかってるわけなんですよねそういう紹介の仕方っていうのも変 あれなんでそんなことするんだろうって思っていただきたいですし、はいええ、またやはり今度みんなが集まってるからそしていろんなものを配られてるからっていうことで安いものならもらっていいのかなっていうような気持ちもあるでしょうけれどもあ、はいはい、やはり。あのー そんないい話ってなかなかないんですよね。そうですね。本来抽選に当たれば別ですけども、はいはい、その抽選もあのいくらかのこうこちらが買ったあの券を集めたりとかポイント制ですからね。はい、何もしてないのに無料で日用品がどんどんいただけるっていうのがおかしいな、はいはい、そうです。それでどんどんもらうことによって今度は断りづらくなっていくっていうのでそれともっと欲しくなるっていう場合もあります。すね、人間っていうのははい。そうです、ね、そなると次々手は あげてしまうっていうので、はい、まさに自分が欲しくなくても手を挙げるっていう危険性があります。えー、ですから、やはり会場に誘われるような場合はついていかないことです。はい、まず、これが大きいですね。あの、どこどこに行きましょうと、はい、連れて行かれる形のお買い物は行かない。そうですね、はい。はい。そこで、まず一つブレーキがかかります。でも、まあ、なんとなく、何人かでご近所で。そうですね。行ってしまった場合に、そ,ね、そしたら、えっ、ー、と、えー、まあ、もしかしての、のみんなの。 様子を見てて自分も欲しくなって買ってしまうかもしれない、はい、っていう場合もあるかもしれないですけれどもよくよくやっぱり考えてほしいんですよね。うん、本当に自分に必要なのかなっ、うんはい、そして、えー、ともし必要だと思ったならあのこれ今回は25万円という金額,金額が大きいですねですからこうどう同じような品物これぐらいの金額なのかな うんもっとあの違う金額で売ってないかなっていうふうにいろいろリサーチしていただくっていうのも必要かなと思でもやっぱりその時の雰囲気で、はい、あのなんかああ本当に体に良さそうっていう説明を聞いてしまうとう、ね、金額がねほとんどこう記憶にないぐらいに自分の中にさらさらっと言われても、はい、ああそうなのねっていうふうになる可能性もありますよね,すね確かにその時の雰囲気まさに催眠症法ですからね。 確かにあのそういうふうに金額を聞いても調べてみようなんて思わない、うんね、っていうこともあります。で契約をした場合のあとは断ることが例えば、はい、その場で契約直後その後えっ、ー、とすぐに断ってもらったらいいんですはっきりと、はい。それも可能。それも可能です。<れ>はい。まだ契約書,書書いてないわけですからね。あのもういらない自分はいらないから断る。はい。言っていただ、うんはいて。 いただいたらいいですけれども、ええ、あの今回の場合は会場に集められてるっていう点で、はい、なかなかその断りづらい雰囲気とか、そ,ね、その場から逃げられないような雰囲気っていうのがあるんです。ええええ、はい、例えばあの空き店舗の会場とかでしたら、ええ、あの靴を脱いで上が,上がらされた。はい そしたらもう断って帰ろうとしたら靴がなかったから帰れなかったっあららはい。そ,なね、そしたら業者から早く契約書書いてよって迫られて、えー、そして書かざるを得なかったっていうケースもありますですから契約書を書く前でしたらはっきりと断ってもらっても、はい、もちろんあのこれはあの買い物せずに済みますん、はい、なんかその場で例えばもう断りづらいそれから今お聞きしたようにもう。 靴がなくて、はい、半分ちょっとねあのこうしないまでもあの返さないよって言われてしまってあのいやいやした場合にはその足でご相談に来ていただけたらいいかもしれませんね。その場で、はい、あのともかく その場で一旦はまあ契約をするとしてもお金を払わないでいいででてほしんすよね,ですね相談に来ていただくときもまずやはり私ども気になるのはお金を払われたかなどうかなというの、ん、がとても気になるんです<ー>、うん、お金を払われてなければまあ落ち着いて今からさ対処していきましょうと、ね、いう感じですし。ととにかくこの商法という事態が、うん 違法行為というふうに、はい、違法とまでは言えないんですけれども、そうなんですか。やはり問題があるところですね、うん。なるほどね。じゃあそのあたりは契約もあの解除できる可能性もすごくあるので、はい、あのあしてしまったじゃなくてしてしまったんですけどって前向きにご相談に来ていただきたい。はい、そうです。あのできるだけ早くご相談ください。えー はい、わかりました。ではちょっと事例にもご紹介します。はい、事例には同じようなこの催眠療症法なんですが、知人に無料で健康にいいお話を聞くことができると口座に誘われて。 5年間通っているこれは長いですね、はい、そうなんですね販売員に次々と商品の購入を勧誘され健康食品を何度か購入しました長時間商品の説明を聞かされて断り切れずに購入したこともありました未使用のものだけでも返品したいというこれはまたちょっと長期間で,うで、あのー、集中的になんかこう催眠ではなさそうな感じもしますねこれはもう本当に分かって言ってたんじゃないの って言いたくなるような話でもあるんですけれどもやはりこれは長期間通わせることによって消費者と販売員の親密な関係顔見知りになって今度は断りにくくなるっていう関係を。 利用したり、あと会場の雰囲気を利用して契約させているっていう点で。<ー>これも問題があると思っております。はい、でまあ健康のお話も聞くのは、聞けるわけですね、はい。健康の話を聞いて、あね、その後、うん、商品を出してくるんですね。はい、そして、この商品とても体にいいから。あなたにだけ勧めたいんですって、個別に声をかけられたりするんです個別にですか。はい。はんは,んはん、なるほどね。はい。 そしてまあ,あなたにだけってその仲良しになったあの販売員から声をかけられたりするとまあ確かに今までずっと通ってていろんな話も聞かせてもらったし1個買ってみようかしらっていう気持ちにもなるようですですけれども本来でしたら最初からこれはいくらで売ってますって展示してなきゃいけないわけですよね。いききななり見せてきてこれあなたにだけって っていうような販売の仕方、これはやはりこれも不意打ち性があると思っていいと思います。私もあの確かに健康にすごく、あの敏感な方なので、はい、こういう講座を行ったこともありますけども、はい、その会場にはその商品そのものが展示されてって、はい、最初からでまあ、それに関係したお話を聞いて、でもあの死因と言いますか？はい、ちょっとあの。 いいいただてててみてっていうお話、うん、そ,のその商品のお話をじっくり健康のお話とくっつけてあったっていうのはありますけどもその時は商品の値段とかの説明もあるわけですよね。それはもう本当に紹介販売とかいうものになりますので、ねそ,ねえー、それと混同してはいけないんですけど、はい、す紛らわしく悪用されてるわけですね,ですね今回の事例は。はい ですから何度もあの通ってきてほしいがために回数券みたいいななもものを作ってるば<ー>業者もいますすそうなんですか、はい、ん通ってきたらこれ1枚をあのこのボックスに入れてね、えー、っていうことであのボックスに入れたらその時に何か商品をもらえるとか粗品、えー、をもらえる<ー>そしてまた来た時にその回数券をちぎって、はい、そこの受付のボックスに入れるとまた何か日替わりで商品もらえるとか、えー、あと安くで商品買える。 っていうことでそれを目当てに通っていかれるんですけれどもそこの場合はじゃあ結論としてはどのよううにに解決いったんでしょうか、はいえー、と今回の場合はもう長期間通っているっていうことと,、はい、えといつ買ったものかわからないだけどあの未使用のものもあるっていうような状態で、うん、まあクーリングオフっていうのはとても難しいかなとは思うんですね。 ですからこの場合は販売方法に問題はなかったかな、勧誘方法に問題はなかったかな<ー>って考えていけばいいと思います。はいはい。えーはいはい、事例でしたら、まあ長時間商品の説明を聞かされて断り切れずに購入したということがありますけれどもね、その長時間勧誘するっていうこともこれは問題なのある販売方法なんですん。なるほどね。はいはい。じゃあ今回はその勧誘、えー、方法に問題があるということを相手側に 説明をして、はい、そして、えっ、ー、と、未使用品を返して、返金されたというケースです。えーうん、そうですか。じゃあ、もう最初の、あれは短期間の、本当に、あの、そですね、1> ここ一年、ね、何時間っていう話ですよね。はいえー、で、この事例二の方は、とても長いスパンですけど、これもちょっと。ご本人さんも納得してない、断り切れずに購入したという、はい、こういう形でも、でね、あの、解約が、ね、できますね。はい。えーはい、それとか、例えば、えっ、ー、と、下着を。 関与すするるケースもあるんですあ<ー>この下着をつけると腰板が治りますよみたいにのその場合あの下着を試着したからもうこれクーリングオフできませんよ っていうような出たらめの説明をしたりもするんですけど、ええええ、そういう出たらめの説明があった時もまたあの契約解除できますのでご相談ください。まずはじゃあお一人で悩まれないで、はい、ぜひご相談に来ていただきたいですね。はい、月曜日から金曜日までの平日朝10時から夕方の5時までキッピーモールの方で相談を受け付けてくださいますから、ぜひ皆さんご自身で悩まないで解決方法はいろんなあの専門の方々が、ねね、持っていらっしゃいますので、はい、あの買ってすぐじゃない。 からダメだとかではなく、えー、諦めずにっていうことと、はい、それとまた周りの方が困ってらしたら<ー>消費者センターに行ったらいいよっていうふうに。 はい、はい、まず相談してみたらって声かけしていただきたいですそうですねそれからあのホットラインというのが前回ご紹介いただきました消費者ホットライン一八八いややという覚えやすい番号でこちらの方もかけてご相談もいいですねはいわ、はい、かりました前半の方はのびゆくさんだ十五日号について大塚さんにお話をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました。 では続いて後半の方のトピックスをご紹介いただきましょうまちづくり共同センター消費生活ご担当の山本さんに今日はどんな話題でしょうかトピックスでしょうか、はいえっと、これから夏休みが始まりまして、はい、子どもさんが家の中や外で過ごされる時間が長くなりますので子どもの事故についてお話をさせていただきます、はい、ずはどんなお話でしょうか。はい 先月あの、ドラム式洗濯機に子どもが入り、ええ、閉じ込められて亡くなるという事故が、はいはい、起こっております痛ましいですね、その日に来たばかりで嬉しくてお子さんが入られたという、はい、その入っていく時の気持ちを考えると本当に痛ましい事故ですね。本当にはい、はいえー であのこのドラム式洗濯機なんですけれども、えー、蓋が横向きについたもので、はい、従来の縦型よりも水量が少なくて済んだりとかまたまあ洗濯物の出し入れがしやすいということもあって、えー、あのお使いの家庭も多いかと思います。 その一方でその子どもが入りやすい形になっていまして興味のある、ね窓,ね、窓のような感じに見えますからね洗濯中に水が横から漏れないように<ー>その中からの力では蓋が開かないようになっているという機種が多くあるようです。 事故を防止するためには、子どもが洗濯機の中に入らないよう使っていない時でも蓋を必ず閉めて、蓋を開かないようにするチャイルドロック機能を利用することがまあ有効だと言われています。こういうのついてるわけですか？そうですね。あの、えー、チャイルドロック機能は国内製の大半の機種についているということです。えーえー、ただあの機能を知らなかったりですとか、えー、まあ知っていてもあの。 まあ、ボタン一つでは、あのかからないので、操作が煩雑なので、まあ、利用していないとか。まあ、カビ予防のために、まあ、あえて蓋を開けていますっていうご家庭も多いのではないかなと思います。はい。私もそういうご紹介をした覚えがあります。やはり蓋をしない方が。あの中にこもらないのでということでね。そうですね。まあ、ただ、その子供がかくれんぼをして、中に入ってしまう、あの危険性なども考慮して、あの。 の対策を取っていただけたらと思います。そうですね。とにかくここにも子どもさんは興味を持つということを十分に認識する知っていることが次の防止に入っていきますからね。はい。はい あのジャイロドッグついてない機種なんかはどのようにすればいいでしょうねあはい消費者庁があの紹介している方法なんですけれども、えーえっと、ゴムバンドを使って蓋を開かないようにするという方法が紹介されています。はい、いご紹介ください、はい、と洗濯機の両側面に接着式のフックをつけてあのフックにゴムバンドをかけて、まあ、えー、蓋をこう塞ぐような感じにする開かないようにするという方法です。あ なんかこうなんでしょうセロテープでペタッと貼ったようなイメージでいいですか。はい。はいなるほどね。あ,あのー、小さいお子さん二三歳のお子さんならまああの有効な方法かなというふうに思、はいます。うん、まずは十分に子どもさんにも説明をしてあげて、はい、実際にあの開かないってことを見せてあげた方がいいかもしれませんね。はい、そうですね。うん あの縦型式の洗濯機にもチャイルドロック機能がついているものが多くこちらは転落防止に有効ですのでのぞくと頭が重いのでね、はいはい、あなるほどねこちらも利用していただきたいと思います。はいはい、便利なものが危険なものになるというまずは親御さん大人が認識をするというのが大事ですので夏休みに入る確かに水があの恋しい時になりますから十分お気をつけくださいはい。はい 続いてはどんな話題でしょう。はい、続いてはキックスケーターによる、はい、あの子供の事故です、はい。キックスケーターというとどういうものでしょうか。はい、あの車輪付きのボードに操作棒が付いた乗り物で、えーはい、の片足をボードに乗せてもう片方の足で健健と地面を、えー、蹴って走行するタイプのものです。スケートボードのところにこう縦の支える棒が付いているという、はい、そんな感じでしょうか。そうですね。はい、あの。 本当に小さい子供から気軽に利用できるようなものなので、ええ、あの傾斜がある路面とか凸凹、ええ、のある場所では思わぬスピードが出たり、はい、バランスを崩したりしてあの転倒する危険があります、はいと。報告されているキックスケーターの事故のうちあの6割が顔や頭の怪我となっていまして。 あの死亡事故や入院治療が必要な大けがも報告されています,す、ね。事故の7割近くは道路での事故となっています。あのー、子供さんがキックスケーターを使用する場合はまずその正しい乗り方を練習していただいて、えーで、傾斜やデコボコや障害物のない安全な場所で。うん ヘルメットを着用して安全に遊べるように注意していただけたらと思います,、はいですね、これも本来なら楽しいものが使い方によって大きな怪が中にはなくなってしまうそんな事故も起きてしまう可能性があるということですね。はいはい、キックスケータータ 夏やあの長期の夏休みには、ね、子どもさんの行動範囲も広がりますので,です、ねはい、事故には注意していただいて楽しい夏休みをお過ごしいただけたらと思いいまますはい、分かりりしたありがとうございました今日は消費生活センター総談の大塚さんに「伸幸三田十五日五」に掲載の SF 商法に気をつけてそしてまちづくり共同センターの消費生活ご担当山本さんに「子どもの事故」 ドラム式洗濯機キックスケーターについてお話をいただきました第3月曜日賢い消費者になりましょうと題してのびゆくサンダー15日号掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説をいただきまたまちづくり共同センター消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺ってまいりました次回は8月17日です次回もぜひお聞きください